アローラモコと申します。今回は僕が唯一ウルトラビーストの中で好きなフェローチェをちょっとランクマッチでね使っていくんですけども、見てくださいこのグラフ、見事な逆三角形でしょこれ。そう、彼女の魅力はこの極端な種族値にあります。 A137、C137 で S が151だかなんぼだかっていう、もうとてつもない極端で、耐久が本当にえぐいくぐらい低いんで、もう本当にもうやるかやられるかみたいなポケモンなんだけど、基本的に素早さが速すぎて、やられる前にやるを地で言ってます。はい、トリプルアクセルを今回取得してますので、物理アタッカーでも氷技を持つことができるようになりました。さらには虫のさざめ、まあ、この虫のさざめきは一応なんかトンボ返りを持たせたくないっていう理由で、あえて特殊技の虫のさざめきを1個採用してます。で、飛び跳ねる、まあ、これダイジェットですね。一応素早さもしっかり詰めるようにして、インファイト、これもね新取得なんだよ。もともと飛び下げりっていう技を覚えてたんだけども、まあ、あんま安定感ないので、今の大ボールがある環境だとねちょっとミスりやすいんで、しっかりとインファイトにそこを変えていってます。ちょっと今回使うファイラーウォッチがね最速じゃなくて純速の型なので、ドラパルドとかにはちょっと抜かれてしまうんですけども、まあ、逆に言い換えればビーストブーストで攻撃に補正がかかるんで全抜き性能も高くなってます。はい、そんなフェローチェを今回は使っていきましょう。はい、マッチングしました。アルジオさんよろしくお願いします。ランドロスエースバーン、鉄火具やミミッキュ、ドラパルドポリゴン2。はいはいはい、じゃあちょっと今回はですねどうしよっかな、氷っぽとかちょっとワンチャン入れてみてもいいと思ってんだけど、レジドラゴはでもミミッキーで受けられたらきついでしょう。いやこれフェローチェ、氷っぽ海流ってもう超攻撃型打線でいくわ。さあお願いします。うわ、開幕ドラパルドが来てしまった。いやごめん、俺のフェローチェさ愛も変わらず純速なのね。だからこのドラパルドを本来は種族値では抜けてるけど多分抜けないっていう、まあでも俺はそこを加味してもしっかりトリプルアクセル打ち込んでいくんだけどね。お、引っ込みだ。なるほど。まあ、でもここ相手がもうどうせ早いでしょってことで、引っ込みてくる。なんでポリゴン2で受けてくると。クソうぜえな。しかもビーストブーストだ。いや、でもさ、ポリゴン2でフェローチェの受けなんて無理じゃないって俺思うぜ、ほら。トリプルアクセルでこの火力よ。ね、受けきれるわけないんだから、あ、インファイト打ちます、当然。まあ、もしかしたらここのインファイトもなんか読んで何かに交換。でもそのなんかイタチごっこ繰り返してたらさ、相手がどんどん余だめ増えてくからね。はい、インファイト。え、これ落ちんのかこれ。落ちるよね。はい、ポリゴン2突破。え、フェローチェめちゃくちゃ強くない？もしかしたら、なんか相手のポリゴンともなんか陽気のフェローチェをしっかり受けられるような調整だったのかもしれない。しかしながらこのフェローチェ、なんと攻撃が上がった。これで相手刺したでしょ。あ、このフェローチェ攻撃に補正かかってんなみたいな。うわ、ミミッキー来ちまった。でだがしっかりとトリプルアクセルというね貫通する手段があるんで、おいフェローチェで終わるかもしんねえこの試合。さあトリプルアクセルで化けの皮をぶっ剥がして、しかもその内部にもさ2発えぐり込むっていう、このトリプルアクセルがいけ、よし、え、何この火力。あの、勝ちました。はい、あのね、ウルトラビーストの前ではもうドラパルドだかミミッキーだかなんだか知りませんけど、ポリゴン2だか知らないけど、あのもう全部あの子供なんでね、赤子よ赤子、こんなやつら。ありがとうございました。強すぎる。はい、マッチしました。クラタイトさんよろしくお願いします。ドリューズ、カットロトム、エースバン、ミミッキー、そしてラティアスが入ってんのか。で、ブアンギラスがいると、まあ、これどうしよっかな。海流をさしっかり打ち込んでいきたいんだけど、まあ、フェローチェを採用するっていうのも面白いよな。エースバンの上も取れるし、フェローチェじゃねこれ。てかフェローチェめちゃくちゃ刺さってるわ。で、裏に海流をどっくりと置いといて、ミミクスがいるけど、レジドラゴのさ、ドラゴンエネルギーも強いと思うんだよな。レジドラゴのドラゴンエネルギーを打ちつけていくのか、はたまた、まあ、氷っぽ入れてもいいけど、ドリューズエースバン、いや、ちょっときついな。そしたらです、いや、レジドラゴあり、これ。さあ、お願いします。はい、バンギラス来ました。まあ、砂起こしでタスキが剥がされんのがだるいのと、まあ多分ね、相手フェローチェ重いの分かってるから、俺ここでバンギラス素直に来ないと思うんだわ。タスキ持ってたら別か。俺でもなんかミミック来そうな気がするぜ。なんか一回さ、あ、さざめきありじゃない、中間卓で。いやでもだったらインファイト打った方がマシか。なんかミミック絶対来るよな、こんなの。来ない理由がないんだけど、
いや俺もうトリプルアクセルもうバカ読みするわ、これ。はい、あ、バカ読みしました。まあ、だからここだって引っ込めだもん、普通。いや、できればこれ全部当てようぜ、トリプルアクセル。よし、まず一発目。相手も、多分もう顔面真っ白になってんだろうな。顔面蒼白でしょ、今頃。いけ。これね、90% はそれぞれ。いや、強すぎる、マジで。え、強すぎんだけど。あ、ちょっと待って。あれ？このゲームって、主役はもしかしてポケモンじゃなくてウルトラビーストなのか、ね、あらゆる環境において君臨してきたミミッキュ、ね、バンギラス、その他禁止球、順伝、600族、すべてのポケモンが、このフェローチェによって粉砕されていくんだけど、いや、これトリプルアクセル連打でいいや。うん、ダイマン基本切らなくていいね。さあ、トリプルアクセルしっかり当たっていって、できれば2発当たって。よし、OK。よっしゃ。このトリプルアクセルがまたよう当たるわけよ。フェローチェの放つ。しかもね、このフェローチェはちゃんとね、攻撃にブーストかけてっから、まあ、ドラパとかいたらちょっと重いんだけどさ、しっかりとこうやって攻撃がビーストブースト上がっていくからね、この辺のカスタマイズ性がウルトラビーストのなんか面白さだよね。一番高い能力が上がっていくっていうタイプ。おっと、ここはエースバーン来ちゃいましたか。いや、もうぶっちゃけさ、いや、もうこれはもう正直多分エースバーン側は大魔な気がするんで、俺飛び跳ねる打つわ。大魔でしょ、さすがに相手。うん、そうだよね。はい、もう全部もう全てを読んでる。見て、全てを把握してるんで、僕相手の動きを。お、巨大魔か。ってことは結構あれか、しっかりと特性も貫通してくる感じか。しかしながら、なんとフェローチェ、意地っ張りとかね、寂しがりとかで素早さに補正かけなくても素でエース弾を抜いているという、この恐ろしい素早さ。151だからね、151。さあ、巨大火器をしっかり避けていく。相手大ジェット打たなくて大丈夫か、あそこ。はい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 。まあでもこの辺のやっぱな、ビーストブーストでどんな能力を上げていくかっていうさ、そこのカスタマイズ性がやっぱいいわね。自由に書き換えられるからね。だからフェローチェを特攻で使いたい時は控えめとかにして特殊が上がるようにしてもいいし、だからもうその辺のカスタマイズ性が高い。さあ、相手はしっかりとここ大飛行でフェローチェ倒してくるけど、まあ、もう裏がね、ワンギとエースバーンってもう割れてるんで、まあぶっちゃけあとは、で、頼まっか。はい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 。まああとはさ、もうこのレジドラゴでさ、あ、でもダイジェット積まれてっからきついか。じゃあもうこのカエリュウであとは始末していけばいいんじゃない？ね。何撃たれる？ここ。普通にダイジェットかな？だったら、ダイサンダーでいいか。どうしよう、これでなんか変な、なんかトリプルアクセル飛んできたらちょっとやばいんだけど。え、巨大火球なんだ。あー、これだってさ、あ、そっかそっか、あ、なんか今ラグがあった。そう、あ、これ特性を無効化できるからか。なるほど。あ、確かにこれ巨大火球の方が通るわ。相手賢いな。てか俺忘れてたわ、てっきり巨大火球は相手の特性無視する技だからマルチスケールの半減の影響受けないって考えたら、結局ダイジェットよりも単純に火力のある巨大火球の方が入るもんね。ごめんわ、そこ忘れてましたわ。じゃあこっち、俺ダイジェット打つときやったな。失礼しました。てか、ごめん、大ストリームでよかったんだ、大ストリームで。ちょっとここ、俺大丈夫かな。んか、このカエリュウがエース前に突破されたら、負けちゃうんだけどさ。大丈夫だよね、これね。さあ、しっかりと、まあ、ここも大ストリーム、まあまあ、ダイジェットでいっか。一応な。念には念を入れて。飛び跳ねる。はいはいはい。ちょっとこれで麻痺ちゃうのだけが怖いね。飛び跳ねるで麻痺のだけがちょっと怖いよ。大丈夫か？さあ、ここはダイジェットで。こっち、前だけほんまにやめて。前だけマジでやめて。マヒンでない、マヒンでない、マヒンでない。よし、オッケー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 。まあ、ここでマヒンさえしなければ、しっかりとダイジェット。あ、しかもさ、これ、バンギラスが出たタイミング的に砂嵐ちょうど終わるんじゃない？いや、違う、ここで終わるのか。あれ？なんか、この試合そんなに短いっけ？お互い大魔切っていろいろやり尽くした後に。待って。砂嵐でこれ。え、じゃあサラサラ岩持たしてんのかこれ。なんで？あ、ドリューズがいるからか。バンドリなんだ。相手の手持ち。
まあぶっちゃけ次で砂終わるからドロポンだよな。弱砲でもいいや。うん、オッケー。一応このバンギーとかにも有効になるこのドロポンを採用してます。あー結構入った。あよし、じゃあまあいけるね。よし、じゃああとはドラゴンエナジーで多分ワンパンできるから。砂嵐があるとちょっとねバンギーの特防が上がってきつかったんだけど、いやこれでも相手のさミミッキをさもうフェローチェでもうドンピシャ読みしてさもう蹴り倒しちゃったわ。本当にもうあれが全てでしょ多分。ぶっちゃけこの、ね、選手だとミミッキ結構重かったから、あそこでミミッキを潰したのめちゃめちゃでかいよ。さあ最後はレジドラゴンのこの竜のアギとドラゴンエネルギー、これによってとんでもない火力でバンギラスを粉砕していく。さあ受けてみろ俺のエネルギー波を。なんか確定演出みたいに出た今。かっけえ、ありがとうございました。はい、マッチしました。杉田さんよろしくお願いします。ガブリアス、テッカグヤ、カプレヒレ、フェローチェ、エンテ、さらにはナットレーか。いやこれナットレーとレヒレのコンビがマジでやらしいんだけど、ちょっとやってみますか。ちょっとこれね初手レヒレかな、どうだろう。フェローチェレヒレ、これゴリレンダーからスターティングありだと思うわ。で物理受ける高立法はマジであり、ガブリアスが対応できるから。でフェローチェ裏にいて、フェローチェの格闘技で、まあ、ナットレとかうまいことしばいて行くわ。もうでガブリアスとかも上から氷型ぶん殴ればいいんで、さあお願いします。うわマジで初手ナットレか。これ絶対ゴリランダ読まれたよな。これゴリラ読まれてるよね多分。めちゃくちゃ嫌なんだけど、まあとはいえこれ実は言うと相手側もゴリランダーに有効打がないし、こっちはグラスシートでぎっくりと防御上がっていくんで、居座ろうで剣舞積むわ。剣舞はたき落とすとかでナットレちょっとあのボコしていくわ。でも多分レヒレいると思うぜ裏に、ナットレが入ってるってことは。うん、まあ、今の関係ゴリランダーそんな多くないけど、一応草タイプを受けるためのそのナットレとなんかレヒレみたいになっちゃうんで、でジャイロボール、何この火力、これハチマキでしょさすがに。これはハチマキだ、これハチマキだこのナットレ、最悪だこれ。ハチマキだった、ハチマキやんけこいつ、最悪やん。じゃあ氷っぽ出すか、次氷っぽ行こう。ハチマキだなこれな、絶対そうだ。で氷じゃ氷っぽ出してけからえぶ、ほらやっぱハチマキだった。で、まあ、逆に叩き落とすしちゃダメだったのかこれ、もしかしたらアクロバットだったのか。まあ、とりあえずここ氷っぽ、いやごめん、ペローチェで今打ってもよかったけど、まあ、氷っぽを使えるシーンが多分ここぐらいしかねえから、もうからえぶっていうかあの腹太鼓積みに行こう。で多分レヒレバック来ると思うんで、でレヒレも素早さ振ってなければ氷っぽ、おーっとバックしない、マジで。え、なんだこれ、やめろなんか変な技。え、でもハチマキってことはさ、あ、種マシンガンだこれ多分、種マシンガンだよね。いやでも多分種マシンガン耐えるでしょ。叩き落とすか、じゃあそれは全然俺としては美味しい話になってくるんだけど、美味しいよねむしろね、叩き落とすなんてね。できることならもうほんまつららばりでいきたいよね。つららばりでってかいけるよな、ナットレだって物理に要は体型に振ってないってことだから。 HA とかでしょ。うわでも3発当てなんかきついんだ、当ててここは。よっしゃ氷っぽ偉い。なんだかんだ氷っぽ使うからな俺今季もしっかりとね。しかもさこのさ素早さ取得値130の状態で残すたんでかいよな。こうなってくるとガブすらもう氷っぽの上取れねえから。あーでも結局フェローチェが来ちゃうか、来ちゃったか。来ちゃうんだよな、インファだよねこれ相手。うーん、いやまあでもしょうがないよな、タクだもんな。まあでもなんか考えたらそこ台間でもよかったのかな。フェローチェって特殊もありえるからな、インファイトしっかり打ち込まれる。これで何が上がるかだ相手の能力。まさかフェローチェ未来になるとは思わなかった。あ攻撃が上がるんだ、あ
もしかしたらじゃあこのフェローチェもさ純属の可能性あんのか。なこれさ多分助け持ってるから俺ダイアイス打っていい。ダイアイス、ダイアイス意味ねえか、意味なさげだなそれは。いやもうダイジェット打とう。じゃあダイジェットで差しかますしかねえ。俺の方が一応ダイマは早い。ただ相手がダイマ切ってるか素早さ落としてるかどうかちょっと分かんない。ただ攻撃が上がるっていうことは素早さが絶対補正かかってないと思うので。いや違う、攻撃が上がる。うーん、ダイマ切らずか。あでも俺の方が高かったな。まあでもタスキなんだよな結局これが。ただこっちはあれですよ、耐久まだ下がってないし、ちょっとダイマ切ってるからね、ちゃんと耐久上がってるから。このイン、いやもう嘘だ、嘘としか思えない。急所で、急所とはいえこんな入るの。ダイナックルちょっと抜きます。先行ボタンつった。はい、マッチしました。シールドさんよろしくお願いします。ミミッキュ、ライコー、エースバン、ドラパルド、テッカグア、さらにはウーラオス。でもさ純年とか600族が解禁されまくって、いまだにミミッキュとエースバン、ドラパルドをしっかりと環境で見るっていうのは俺素晴らしいと思うやっぱり。なんか昔は中ポケって言われたか知らないけど、新参どもに俺たち負けませんよって、なんかそういうなんか王者の風格を感じるわこいつらから。いやでもごめん、これきついな。ミミッキが結局めちゃんこきついわ。これ氷っぽ入れるべきかもしんない。絶対ミミッキくんもん。初手フェローチェで入って、あーでも鉄かぐやとかも鬼のように、いやフェローチェで海竜だな、海竜でアシレーヌ採用すると、ただライコーに弱くなるけど、ライコーってでも来るか。これねまさかの氷っぽだよ、これまさかの氷っぽある、まさかの氷っぽある。さあお願いします。初手テッカグヤか。なるほど、相手うわしかも色違いだ。俺色違いのテッカグヤ欲しいって言ってんじゃん。なんかなんでくれないのみんな。俺のこのフェローチと交換しちゃってもいいぞ。うんー、まあ正直ね、フェローチ側がテッカグヤに有効ではなさすぎるんで、これ海竜に即引きかな。まあかといってここでな、普通になんかあれなんだよな、結局撃たれんだよな、あの宿り木の種かなんか。そうなってくると海竜のマルチスケールがしっかりと解除されてしまってきちいと、ヘビーボンバーばっこり撃たれていく。まあでもヘビーボン海竜も重いからそんなに入んないでしょ。いや意外と入ってんじゃん、意外と入ってんの。クソうぜえんだよなこれ。でもあれ弱点保険がさ稼働しづらいな、やっぱ海竜って。今の環境意外となんか氷だの岩だの打たれねえ。これねもう何も考えず雷打ってこう、雷な、雷これぶっ放すわ。いけ、よっしゃ当たった。第3弾にしたかったけど本当は。しかも半分入る、まあ、入れ。さあヘビーバン、こっから威力ね倍になるからね。今のはマルチスケールで半分あった。でこっからしっかりとこのダメージ感で入ってしまう。まあここな、正直ダイマックス切ったら負けだから、もう当たると信じて雷打つしかない。これ外したらもうフェローチェでインファ打つわ。いやーこれ別に海竜でわざわざ鉄火が突破する必要なかったかな。少しでも削る方が、あーでもじゃあ当たった、当たった、オッケーオッケーオッケー、当たってくれたんだったら全然いいわ。もう命中率全部不安だからね、神速以外この海竜。そこを逆に俺利用していくんで。さあここは相手の方からエースバーンがしっかり飛んできてしまいました。あーエースバーンか、まあ神速で削ろっか。これできんのでも強いな海竜。あ相手しかもダイマ切らないんだ、大丈夫それ。神速結構入るけど、え火炎ゴール始まってる、あスカーフ、それとあスカーフ、くせえスカーフ臭がすごいんだけど、このエースバーン。じゃあお前がその気だったらよ、これ氷っぽで、これ氷っぽで一旦しのぐわ。でダイマ切らせよ。でも巨大火球切るから、こういう時のエースバーン巨大火球か、あの大ジェットなのね。そのダイマさえ切らしちゃえば
フェローチェで今度上取れる状況になるから、こつららばりでいい。巨大ガキなら吹っ飛ぶし、大ジェットだったら抜群で入る。え、うわー、ごめん、そうだ、スカーフだったらそもそもここ火炎ボール連打でいいのか。ごめんごめんごめん、勝手に相手があのあれだわ、あのアクアブレイク経過してくれるかなとか、なんかすごい解釈しちゃったわ。そっか、そうそうそう、ここ別にスカーフだったらこれでいいのか。で結局これ上からまた行かれるから、やべえ、ちょっとミスったな、ミスったな。それかこの S 番スカーフじゃないとか。いやでもちょっとここはもう殴るしかない。やしくって、あ、スカーじゃなかった、あ、よかった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 。なんだったんだろう。じゃああそこカメリオになんか火炎ボール素直に打ってきて、まあ、普通にあれって倒せるからか。まあでもそうだよな、なんか今の動きって別に不自然感なかったよな。なんかフェローチェとかはちょっと意識してんのかなっていうスカーフ感あったけど、さあさあ、ポケモン好きのミミッキ、お前その2つのミミッキよこせ、その2つの色違いミミッキ俺が勝ったよこせよ。ここね、頂点もうあの大アイスを切ってミミッキに喧嘩っていくわ。これラセチだよね、このミミッキね。ちょ、ただぶっちゃけこっから全然あのフェローチェごとぶんまくられる可能性あるんで、大アイス切って顔復活させて、でミミッキュに完全に受けられるような状態を作るわ。ミミッキュはもう大魔、あ、じゃない、いや研磨か、これじゃあなんだこれ、研磨か、普通の研磨ミミッキュか。ちょっとこっちが腹太鼓冷たないからね、そこまで火力が出せなくて、でフェローチもミミッキュにあのトリプルアクセルしか言うことねえんだよな。お前このミミッキのさ、化けの皮が剥がれる瞬間のこのポキっていう演出また見れると思ったら俺なんか興奮してきたわ。やっぱ研磨だ、もう普通のこのもうシーズン最初期からいるさ、研磨玉ミミッキとかいうのがまだいんの、すごくね。え、これ影打ちとか防ぐために大サイク打った方がいいのかな。大ストリーム打って次もう一回顔を再生するみたいなのあるけど、多分どっかで絶対大ウォール入るから、俺は多分もうあと1回しか大魔できないんだよね。大魔導打てない。だからこれ大ストは多分違って大アイス打ってもあんま意味ない気がするから、大サイクか。ちょっとね、フェローチェの技がインファ向こうでしょ、さざめきが4分の1でしょ、で飛び跳ねるもちょっと安定感ないで、氷のアクセルも安定しなくて、これしかも俺あられ降らしちゃったから、あ、これあれだな、あ、これ大ウォールか、そっかそっかそっか、あ、じゃあごめん、いやこれ大サイコ、これ打ったなんかミスった感あったから別にいいや。これじゃあ一発、ここね、あの、雪降らしを継続させるわ。で、ダイアイス、ここ打って、ミミック削って、で、フェローチェ切る。申し訳ねえ。ちょ、今回フェローチェ使いたかったけど、これフェローチェ切りが、正解だ、次。雪降らしちゃってるから。ミミカス大フォローでしっかりと顔破壊されて防御も下げられていくと。で、これ大フォローも食らっちゃったし、研磨ももらっちゃってるんで、これ普通に氷っぽじゃきついと。で、相手ってさ、ダイマックスまだ残るよね。いや、あ、まあ、うん、いや、いい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 。で、次フェローチェ切りして、フェローチェ切って、で、氷っぽもう一回出すわ。それで、神受けするわ。ちょっと一旦これ氷っぽ戻します。で、ここフェローチェを変えます。氷っぽ引き戻して、で、フェローチェをちょっと今回申し訳ないけど、犠牲になってもらうと。いやでもね、これ全然役果たしてるからね、これフェローチェ。このフェローチェが残ったことによって勝ち筋を俺見出すことができた。で、フェローチェが、ね、これ助け、で耐えるけど当然あられダメージでね剥がれていくわけよ。いやこんだけミミッキ削ったらもう死んだしからフェローチェでな、こう、あ、トリプルアクセルでいけたかもしんないけど、一応外しあるからな、あの技飛び跳ねるもアクセルも外しあるんで、絶対こっちが確実なあの勝ち方だったわ。でこれ氷っぽをモンスターボールから出すと、これまたあられでアイスフェイス戻るんすよ。これ知ってたかみんな、おいこれ、このテクニック、このテクニックを使ってミミッキュの技をもう一発確実に受けて、
で命中率 100% のつららばりを打って確実に勝つ。そう、今期の僕はね、人は違います。確実に勝つ、命中率が 100% の技でちゃんと勝ちに行く。はい、これが今シーズンの母校のモットーです。でしっかり一発アイスフェイスでまた受けて、スララバリを打って対戦ありがとうございましたとちょっとな、フェローチェには悪いことしたけどな、しっかりとあそこワンクッションなるっていう役割を担ってくれてありがとうな。さあ、ミミッキとエースバーンとなんなんだらなんだら全部倒したわやっぱこういう環境の方がなんだかんだ面白いかもね。